春川聖泉役スピリチュアル用語辞典より寝落ちスピリチュアル阿行アカシックレコード正規的記録アカーシャ記録とも言う。アカーシャ正規とはインド哲学で虚空を意味し、物質的及び非物質的実在物すべてを共通の媒体の中に含んでいると考え、その根源となる物質を指している。神秘学では宇宙間のすべての出来事は宇宙の正規に記録されるため、特殊な敏感者はこの記録を読み取ることができるという。この普通人の感覚では識別することができない宇宙間の記録を正規的記録と呼んでいる。アスター、ダウデン霊媒のコントロールの名前。彼は聡明で話し方も平易。しかも将来を見通すことに長けていた。しかし彼の世界、霊界では地上界と異なり、時間的な感覚とそれを認識する方法が困難であるため、時間に関する発言内容だけは多少確実性に欠ける傾向があった。アストラル核、神秘学では人間の死後、エーテル体、厳密にはダブル、あるいは副体を指している、は間もなく捨てられ、内部のアストラル体、心霊科学でいう幽体のこと、が残って生存し続ける。この捨てられたエーテル体の乗り物、抜け殻は、ぼんやりと地上に現れて幽霊などと言われる存在となる。アストラル光、神秘学用語でアストラル界、心霊科学でいう幽界にあたる本来の光のことで、光を反射するなどによって生じる受け身の光ではなく、幽体自体から発せられるもの、霊視能力によって観察することができる。アスポーツ、アポーツのタイ語、物品が自分たちのいる高齢実験室等から消失してどこか他の場所へ移動する現象のこと。基本的には物質解体および復元現象によって正規されている。アセンション、ニューエイジ勃興期には死を介さずに他界の存在となるとする説があり、かつてアトランティスやレムリアの時代に生存した経験を持つと名乗る霊が通信してきた。近年地球が大きな変革の時期を迎えているという考え方が広まり、それとともに地球自体とその住人である人類の波動が変化していく現象、あるいは時期を指すようになった。これはキリスト教の千年思想や世紀末思想とも共通性が認められ、また現在が物質偏重主義から精神性重視の世界へ向けての重要な移行時期にあたるとの位置づけから、チャネリングを通して他界や他の天体からの働きかけを受ける必要性を説いている。アディッター、 V 字アバンの遠方に相当するもので、小さな円筒形をした中空の箱に指示棒が付属したものを用意し、アルファベットなどが書かれている板の上を動かし、その際の指示棒の指示によって判読し、他界の霊魂と通信を行うというもの。
この現象は心霊力がその箱の中に保持されることで、キャビネットのミニチュアの役割を果たす、通信を可能にすることができると考えられている。アトランティス、プラトンの2つの対話編に記されているヘラクレスの柱の外側の大海中にあったとされる大きな島、大陸で、かつて豊かな地上の楽園を形成していたが、約1万年前に1日一夜にして海中に没したと言われる。ケイシーのリーディングでも知られている。アマテラス大御神、古事記によれば、イザナギの神が死の国から帰還して、その汚れを払うためにみそぎを行い、左目を洗われた時に出現された神であるという。この神は太陽主催神として位置づけられている。日本スピリチュアリズム思想は、太陽系内の一切の事象は、アマテラス大御神の統制下にあり、さらに地上に生息している我々人類は、この太陽主催神の統制下にあると同時に、地球の主催神、スサノオノミコトの統制下にあると主張している。雨のみなか主の神、日本の古神道によって表現される宇宙最王の中心的霊的実在であり、第一義の神、すなわち最高級の自然霊を指している。仏教の神、キリスト教のゴッドなどに相当する。アメリカ心霊科学研究所、1920年カーリントン博士により、ニューヨークに心霊研究を目的として設立され、2年後に解散し、1933年に再組織された。数多くの国際的な科学者が参画した。アメリカスピリチュアリスト協会連合、現代アメリカを代表するスピリチュアリストの団体で、科学、哲学、宗教を三本の柱として活発に活動している。暗示、感覚、観念、意図などが言葉、動作によって理性に訴えることなく他人に伝達される心理的過程、あるいは現象を言う。マイヤースによれば、識意化イコール潜在意識の自己にうまく訴えることと定義している。暗示能力者、ニクタローブ、稀な能力の一つで、暗闇の中で物を見ることができる人を指す。ベルダン、ミュラーらがその能力者として知られている。 ESP カード、 ESP は超感覚的知覚と訳され、テレパシーや透視の実験に際してカードが用いられる。このカードは初めゼナーカードと呼ばれていたが、後にライン教授が一部のシンボルを改定して ESP カードと呼ばれるようになった。これは5種類の図形、星、円、正方形、十字、波のいずれかが描かれた5組25枚からなっている。カードの一組について同数の各図形、あるいは5種の色、数、その他から成り立っているものを閉じた組み合わせ、また各図形の数が無作為に構成されているものを開いた組み合わせという。イエス、
紀元前4年から28年、救世主と言われる人たちの一人、イエスの両親はユダヤ人であった。優れた霊媒であり、治療家、伝道者として偉大な門下生たちを育てたが、伝統的宗教の教義に対する排他的な態度が彼自身を死刑の道へ追いやる結果となった。イエスの生き方に非利己的、英雄的、さらに人類愛に満ちた殉教者の姿を見ることができる。異種言語発話現象、異言、未知言語現象とも言われる。霊媒自身にとって全く未知の言語を話す現象のことで、通常トランス状態にあり、もし部分的に意識があるにせよ、意識的に努力をすることなく、自動的に話している。その言語はもちろん、以前に耳にしたり、経験したことが全くないもので、潜在意識の記憶に由来するという説明も成り立たない。意志力、意志の主体は、自我の本体から人間の体内に注ぎ込まれるエネルギーであると考えられているが、実際には物質的脳細胞の働きも加味されたものとなる。この意志と物質的肉体とは決して無関係ではなく、物質的なものはある程度非物質的なものを圧倒し、脳細胞の内部に起こる色判断に強力な干渉を与えている。伊勢神宮、我が国の国玉が祀られているところ。日本のスピリチュアリズム思想によると、我が国の国玉の使命は伊勢神宮を中心として達成され、全国に鎮守されている産砂神によって、氏子のすべては国玉の持つ使命に対して自覚させられるようになっている。ここで産砂神を祀る産砂神社は、信仰の対象としての神社組織であるということもできるが、本来は神界組織の中で宇宙の一環であるこの地上運営を行う行政的機関に相当する。一元論、経験によってさまざまな形として捉えられるものであっても、すべて宇宙の基本的単一性をもって説明しようとする説、あるいは哲学的立場。二元論に対して物質一元、精神一元を主張する。一神教、神は唯一絶対の存在であり、その神を認め信仰する宗教体系を言う。イスラム教ではアッラー、人はアッラーの被造物とされている。キリスト教ではイエスの父なる神、ユダヤ教ではヤハウェなどがその例と言える。稲荷、土地、家、産業等に関する守り神で、実名を羽化の御霊などと言い、伊勢の下宮の祭神、豊受けの狼でもある。この稲荷の神の守護をするために、その眷属として狐の霊が働いている。このために、古霊と稲荷の神とを混同させる結果となってしまった。一方、我が国では、歴史的に古霊が活躍できるような多くの機会があり、それによって神であるかのような活躍を続けてきたという事実も、否定することはできない。
癒し、一般に病気あるいは病的状態から健康な状態へと回復させる治療を意味し、聖書にはイエスの数多くの治癒事例が取り上げられている。特に物質文明の発達した現代においては、環境の変化等によりストレス社会を将来し、人間の心身への影響、さらに動植物への影響も深刻になってきた。こうした動きに伴って癒しブームが起こり、これまでストレス解消に効果が認められていた運動や単なる人間関係の改善を目的とするだけでは解消ができない心身の違和を緩和するため、医学療法に加え動植物に接することや自宅で使用できる手軽なグッズ、絵画等を身の回りに置いて慰安を得ることから、民間のヒーリングを定期的に受けることまで、さまざまな方法が試みられている。印象、霊魂が霊能者の心に影響を及ぼすもの、あるいは方法のことで、実際はテレパシー、または催眠術という手段をとり、その印象は視覚的であったり、触覚的であったり、あるいは活動中に突然起こる衝動のようなものであったりする。インストルメント、霊媒者と同義、霊媒者が生身の機械、生きている道具としての存在であることから、コントロール、支配霊の側からこのように呼ばれることがある。インペレーター、モーゼス氏の主コントロールで人間性の高揚を図ることを第一の目的として、霊団を編成して地上へやってきたという。このコントロールは旧約聖書に登場する紀元前5世紀頃のヘブライの預言者マラキであると言われている。彼の通信は直接霊媒を通して伝えられることはなく、レクターという別の霊魂によって送られてきた。陰陽五行説、古代中国の世界観で、もともと陰陽説と五行説は異なる起源を持つものであったが、次第に両者に不可分の関係を生じ、陰陽五行説というようになり、紀元前一世紀頃、思想や宗教をはじめ彼らの考え方に大きな影響を与えた。